こっちよ。力の反応を強く感じる。流門の場所はもう近いわ。ありがとうございます、ベイル。私ではほとんど感知できなくて助かります。待って、誰かいる。あれは、セピアとグリですね。流門を守っているようです。平気ですか、ベイル。パパと戦うのなら、この道を行くなら避けられない。いつかは向き合わなくちゃいけないわ。行こう。はい。セピア、グリ。ベイル様、お待ちしておりました。そう、あなたが来たのね。それなら、あのベイル様は死んだということでいいのかしら。ええ。最後まで油断ならないもんだぜ。まさか欠陥品の方が勝つとはな。その言葉取り下げてください。ベイルを悪く言うことは許しません。お前は、おいおい、一体どうなってんだよ。死んだはずだろ。私は指輪の力で紋章師となりました。この世界を救うために。パパを止めに行くわ。二人ともそこをどいて。それはできません。ソンブル様が異界の扉を開かれるまで、この流門を守るのが私たちの役目。たとえベイル様のご命令でも引けませんわ。ではここで死ぬ覚悟があるのね。私たちを殺すとおっしゃるのですか。悲しいですが、あなたのこと本当の家族のようにお慕いしておりましたのに。その言葉嬉しかったわ。私を騙す嘘だと分かるまで、今の私にとってセピアとグリはパパの従者で、倒すべき敵でしかない。セピアとグリはか、含みがある。モーブとマロンは私の騎士よ。マロンの最後のこと聞いたわ。私を助けようとしてくれたって。どうして殺したりしたの。あの子にお礼もさよならも言えなかった。マロンは私を裏切ったのだから当然ですわ。あんなに目をかけてやったの。わからない。セピアはどうしたかったの。シクが家族だって言うのならどうして壊したの。愛するがゆえですわ。思い通りにならないのならいらないと思って当然でしょう。そんなの違います。それは本当の愛ではない。そうなんですね。本当の愛なんて持っていたことがないので分かりませんわ。理解されずともいいのです。私のことは私だけが理解していればいい。永遠に分かり合えませんわ。私たちは、私はソンブル様のために動きます。千年前からあの方のために尽くして、今さらやめられませんもの。俺もここで寝返るなんてことはしない。たとえ負けても。そう、じゃあこれでさよならだね。戦闘準備をお願い。いいんですか。もうこれ以上話しても益はない。でも見逃せるほど優しくもなれない。少しは思い出だってあったけど、全部ここまで。せめてさよならぐらいは伝えて。パパを止めに行く。
破壊するためには眷属となっているセピアとグリを倒さないといけないわ。何です？今のは。あの二人が撃ったのに。眷属は竜門の力を使えるわ。気をつけて。また同じ攻撃をしてくるはずよ。リズコじゃ。僕ですね。行きましょうか。違いません。了解だ。間違えないよ。誇りを胸に。神秘的だね。分かったわ。出撃よ。よっ。許されないわね。Thank you.
ですよね。もう恐れない。引くことは許されないわ。差し違えてでも龍門を守るわよ。差し違える？いつになく弱気だな。刺されるのは俺だけで済ませるさ。それに今の俺たちにはこの力がある。俺はどんどんぶち込むぜ。
らかに。全力で潰す。王女のたしなみってね。油断した。そうね、軽いものですな。たどり着いてしまったのね。死ぬのは私か、それともあなたかしら。言いたいの？
お腹が空いたわ。許されるなら私に力を。
い竜となる力を。ならないわね。エンブレム、エンゲージ。
じゃ。サービスしちゃうわ。強い。ソーナル様、私は。エンブレム、エンゲージ。これで決める。それ。頑張るね。突破しかない。
られないから。エンブレム、エンゲージ。ティータイムも何も恐れることなどないわ。耐えてみせる。お願い、モンショス様。私の神様、お先。はい、よかったぜ。これが、これが致命傷。やりました。竜門を破壊できましたね。あなた方の勝ちですわ。ソンブル様、申し訳ございません。勝負ありましたね。私たちは先に行きます。さよなら、セピア、グリ。今度はお別れが言えてよかった。そうですわね。でもグリにはもう聞こえていません。向こうで私が伝えておきますから、安心してくださいな。分かったわ。最後に一つだけ忠告を。このままだと次の竜門は壊せませんわよ。どういうこと？竜門があるのはこの先のかつて鉱山地帯だった場所ですわ。けれどグラドロン浮上の際、局地的に地形が崩れ、竜門のあった場所は浮上せず海の底に。壊すのは愚か、たどり着くことさえ困難ですわよ。海の底。確かに気配が一つだけやけに弱く遠くにあると思っていたの。まさか浮上せず取り残されていただなんて。一体どうすれば。簡単なことですわ。地形を変化させればいいんです。
これをお持ちくださいな。竜門のある場所を浮上させる魔法具です。魔法具？どうしてセピアがそんなものを？我が種族である魔竜族は魔の力を持つ竜、自身の力で魔法具を作れますの。とはいえ普通はお守り程度のものですけれど、強大な効力の魔法具を作れば寿命を削ることとなる。地形を変化させるだなんて、そんなものまず無事ではいられない。セピア、まさか。お察しの通り、これは私の命と引き換えです。運が良かったですわね、神竜様、ベイル様。魔竜族であれどこれほどのものを作れるのは私ぐらいしかいませんのよ。私は幼い頃からそれはそれはとんでもないほどの魔力を持っていましたの。ある時に暴走し、父も母も仲間もみんな私が死なせてしまいましたけれど、まあ全て昔のことです。そういうわけでこの魔法具をお使いくださいな。どうしてこんなこと？わかりません、自分でも。ただ最後だと思ったらこうした方がいいような気がしましたの。魔法具の効果は数刻程度ですので、竜門を壊すなら急いでください。お気をつけて、ベイル様。この場所からご武運を祈っておりますわ。何よそれ、いません。どうして、なぜ最後に取り返しがつかなくなった後にそんなこと言うの？せめて戦う前にそう言ってくれれば、あなたを許すことだって。最後だからですわ。もう取り返しがつかないから、これきりだから。優しくできるんですの。最初にそうしてくれたら許せた、共に戦えた。寝言を言わないでください。そうなっては命を惜しまれ、魔法具は作れません。今頃皆で素潜りの練習でもしていますわ。その方がお望みでしたかしら。セピア、私はやっぱりあなたのことわからないわ。それで結構。理解不能なもののことなど忘れてくださいな。いつまでも覚えていられるなんて、そんなの気味が悪いじゃないですか。そうね、この先パパを止めて平和が来て、何百年何千年経ってもあなたのこと忘れてなんかあげない。困った方、話は終わりです。さっさと言ってください。それとも無様に死ぬところまで見ないと安心できませんかしら。行きましょう、ベイル。そうそう、最後くらいはきれいさっぱりと行きましょう。さようなら、ベイル様。そして新たなる紋章師。さようなら。さようなら、セピア。今までありがとう。もったいなきお言葉ですわ。はい。
なんと。神龍様。ええ。聞いてください。素晴らしいな。つまりですね。聞くのじゃ。お優しいことだな。あら、まだ生きていたの。致命傷の痛みを少しでも多く味わいたくてね。なぜこいつは一生に一度しか味わえねえ。哀れんでとどめでも刺されたら最悪だからな。それで死んだふりしてたの？最後まで趣味が悪いわね。なぜ龍門のことを教えた？言ったじゃない、最後くらいは綺麗さっぱり。嘘はいい、俺には本当のことを言え。ソンブル様への仕返しよ。私はここで死ぬというのに、あの方だけ夢が叶うだなんて悔しいじゃない。龍門が壊されたことに気づいて私が死んだことを思い知ればいいわ。そうしたいと思うほどソンブル様が好きだったのか。あの方が欲しかったんじゃない、ソンブル様の子が欲しかったの。私はずっと家族が欲しかった。私だけ愛してくれる人が欲しかった。シクは家族だって、あの言葉本気だった。あの頃が一番楽しかった。私とグリとマロンとモーグでベイル様とソンブル様をお守りして。だがそれはもう戻らない。守りたかったなら壊すな。諦めるならもっと早く諦めろ。そうしたら俺も死ななくて済んだってのに。
あなただけあちら側に行けばよかったじゃない。あんたを一人にできなかった。そう言ったらどうする。宿は家族。俺だってその言葉が好きだった。親の顔なんて覚えちゃいない。俺にとってあんたは母親みたいなもんだった。体を痛めつけることだけでソンブル様への忠誠を示す。壊れた信徒だった俺に声をかけてくれた時が母親みたいで、姉みたいで、神様みたいで、俺の一番大切な人だった。グリ、何の冗談を。冗談でここまで付き合うか、バカ。そうね、バカだよ私は。こんなに近くに欲しいものはあったのに。もっと早くに分かっていれば。いいえ、何もかも過ぎたこと。許してちょうだいね、家族だもん。ありがとう。すぐ行くぜ。ここにとどまる意味もねえ。